西暦という言葉が失われてからおよそ半世紀、人々は2つの種別に分類されていた。一つは生身の人間、ピュアレース。もう一つは遺伝子にナノマシンが組み込まれた人間、ナノレース。彼らはナノマシンによってさまざまな特殊能力を手にしていた。自らの能力に自信のあるナノレースは、高額で取引されるマジシケーダを採取するマジシケーダハンターとなって、危険な旧世界へと足を運んでいた。はいよ。パラレルマシン、旧世界への道はこのマシンによって開かれる。いいぜ、てめえも外せよ。お互い名乗れず能力勝負ってわけかい。キャー、と、止めか。まぬけが。警告警告、指定並びに周辺区域でのウォッチ着用義務違反及び禁止能力使用行為により処罰します。やれやれ、またか。せっかくの生まれ持った能力だってこう厳しく規制されたんじゃねえ。ま、ハンターさんたちはまた違うんでしょうが。三つくれ。今日もスコンかい。悪いな、俺の相棒はジューシーなやつは苦手でね。あなたの体からナノマシンを取り除いてピュアレースになりましょう。気になる手術代はたったのこれだけ。しませんよ。大丈夫ですか？本当にごめんなさい。ベック、飯にするか。タイガー、一つ多いよ。え、ああ、そうだったな。してくれよ。あれからもう半年経つんだぞ。194日だ。大人だろ、いい加減シャキッとしてくれ。知ってるか、大人の方が立ち直るのに時間がかかるんだ。俺たちは生きてる。生き残った人間には生きる責任ってもんがあんだろ。責任か、お前らしいな。ルーシーも言うさ、うだうだ言ってないで食えって。そうだな、あいつの分も食わなきゃな。パラレルマシンの列に並んでるんだぞ。ハンター以外ありえないだろ。タイガー、警察を呼ぼう。面倒事はごめん。エンジェルイヤー！
は？私のスキルよ。魔獅子ケイダを見つけるのにすっごく役に立つわ。まあ確かに。タイガー、羽音を聞いてくれたら探す手間が省けるのは本当だろ。じゃあ決まりね。今から私はあんたたちの仲間ってことで。勝手に決めるな。しかもそこはタイガーの場所だ。いいじゃないか、ベック。仲間に入れよう。本気か？エンジェルイアンがいれば俺たちの仕事も楽になる。やったー！へおかしいですね。車の列から出たらすぐに分かるはずなんですが。見失ったのか。いや、まだこの辺りに、いるはずです。その車待った。おい、やってくれ。どれよ。あのガキ。いなかったじゃねえか。ちょっと調子が悪かったのよ。まあ調子が悪いこともあるだろう。3回連続だぞ。だいたいその掛け声毎回必要なのか。え、あんたたちは言わないの？普通言わないな。そんな恥ずかしいの。私はこれをやらないと調子出ないの。悪いんだろ調子。もううるさいわね。そんなんだから男だけのチームになってんのよ。ん、こう一点が入ったんだから少しは気使いなさいよね。うわあ、ルーシー、どうして死んじまったんだ。ルーシー、ルーシー。ルーシーは6万ヘルツの高周波までキャッチできたんだ。俺たちは3人のチームだった。半年前までは。それってナノマシンのエラーが起きて武装救急車に連れてかれた。それっきり帰ってこない。仲間のためだったらどんな無茶でもする。それが彼女のルールだった。避ける方法はあった。まさか手術のこと？ナノマシンを除去してもらえばもうエラーに怯えることはない。ナノレースもピュアレースになれるんだ。でも手術にはすっごくお金がかかるんでしょ。よっぽど名の知れたハンターじゃないと難しいって。難しくてもやるんだ。もう嫌なんだよ。ウォッチなんかで管理されて住むところも仕事も制限されて。仕方ないじゃない。いつエラーが起きるかわからない人に重要な仕事は任せられないよ。お前はそうやって諦めてればいいだろう。とにかく俺は嫌なんだ。あんたそれでハンターを？どんなに危険でもエラーで死ぬことから守ってあげたい人がいるんだ。
かしいな。先客がいる場所には来ないルールなんだが。なんだ！ミサイルだ。いきなり撃ってきやがった。ミサイルって当たったら死んじゃうじゃない。いや、当たり前のこと言うな。できれば殺したくはないが、目的は彼女のぬいぐるみだ。坊ちゃんは甘いですね。こいつは戦争ですよ。成り行きとはいえ、お前を連れてきた責任があるからな。あいつら、ただのハンターじゃないぞ。ゴールが運転してる。こっちやってくれ。お前、戦うつもりか。大丈夫。俺は、レッドアッシュなんだ。頼む。車を止めろ。やめろ。死にたいのか。レッドアッシュか。よせ、そいつは。何が目的だ。攻撃をやめろ。なんだ、普通じゃねえか。狙う。我々はあの子の持ち物に用がある。黙って彼女を渡してくれないか。仲間は渡さない。やはりな。有名人に会えて光栄だよ。だが知っているのは武勇伝だけじゃない。サファリ、スプリンクラーを通せ。え？あ、はい。レッドアッシュは水に弱い。生け捕りにしろ。冗談じゃないわ。ブレーキはどこなのよ。俺が運転する。タイガ、助かったわ。敵は最新型の戦闘車か。いいハンデだ。おら、よくも俺の車に傷つけてくれたな。そういう性格ね。いいじゃない。さあ、ベックを助けに行こう。意外な弱点だな、レッドアッシュさんよ。濡れたお前は灰になれないそうだな。キナ、お前はギッタギタに。そうするか。なんでそう？ベック、今行く！来るな！こいつらの狙いは！仲間のためだったらどんな無茶だってする！それがルールでしょ？お前は？私の仲間、返してもらうから。獲物の方からやってくるとはな。何？右手は無事だったのか。
な。だが振り出しに戻っただけだ。サファリ、もう一度寄せろ。残念でした。あんたたちの相手はあれよ。なんだ。になって。お前大胆なこと考えるよな。発想が自由って言ってよ。おい、まだ終わってるぞ。うっそ。逃がしませんよ。タイガー、パラレルマシンだ。シティに戻ればあんな無法はできない。了解。あ、すごい。見えた、パラレルマシンだ。奴ら、パラレルマシンで逃げるつもりか。そうはさせませんよ。誘導弾だ。振り切ってやる。うわ。 AZ-18 軍の試作最新型です。捕まってろ。キング、ドリフト。タイガー天才。パラレルエフェクト。何？代表によると、おそらくアンバーゾーンだ。立ち入り禁止区域のか？だったらなんで人間がいるんだよ。あいつら人間じゃないかもな。怖いこと言うなよ。このままじゃ追いつかれる。よし、一か八かな。行ったみたいね。ありがとう、助けてくれて。でも、どうして。助けたかって。まさか。写真の人だ。どうして、死んだはずじゃ。そうね、パラレルマシンがあるんだもの。あの世にだって行けるかもね。世界は一つだけじゃないってこと。まあそれはともかく。また会えてよかった。よかった。世界は一つだけじゃない。